学部の応用生物化学科に来ております。こちらの研究室はどういった研究室でしょうか？この研究室ではこういった菌を使いまして、でこの菌から抽出した成分を分析しまして、で、構造を解析するといったような研究を行っております。微生物の研究ということなんですが、実際の社会では例えばどういうふうに応用したりするんですか？はい、当研究室では抗生物質とか抗菌物質になるような成分を取っていまして、食品添加物だったり、薬になるようなものを目標として研究を行っております。1個の研究って大体どのぐらいの時間かけて皆さんやるんですか？そうですね、大体早くても1年で、長い場合は3年とかかけてやってます。はい、どんな研究やられてるんですか？自分は、遺伝子から、作ってるものが分かっているので、それを、情報をもとにもう一度自分で探索するっていうことをやってます。遺伝子研究？はい、へー、そうです、ね、すごい。何を研究されてますか？僕はこのようにもともと自然にある菌を、抗生物質などの薬を入れた菌、培地で生やすと違い、またその薬剤に耐性のある菌が生えてくるんですね。よく薬の抗生物質の効かないその病原菌などそういう菌をまた取ってくるとまた違いが出てくる。それを比較して新しい物質を作るいるか調べたり、あとはどうしてそういう風な違いが出たかを調べています。そうなんですね。はい、この卒業後の進路とかも学生さん気になっている方いるかなと思うんですけど、皆さんどういったところに進まれること多いですか？大体研究機関に就職する方が多いんですけど、はい、食品会社とか、すごい賢い方は製薬会社にも出る方もいます。最後に自分の研究の面白いところとか、学生に何かアピールすることがあれば一言お願いします。はい、自分たちは、高校の時からすごい科学が好き でこういう研究やりたいとずっと思ってて、で今本当にそういう研究が楽しくできてて、で、就職もできればそういうところに就きたいなと思ってるので、そういう技術とかもこの研究室で身につくんで、いろいろ勉強して頑張ってほしいと思います。はい、ありがとうございます。僕はもともと微生物に興味があっていて、ずっとその微生物絡みの研究をやりたいなと思っていました。で、こういう微生物っていうのは結構薬とかそういう重要なことにつながる研究につながることが多いので、ぜひ自分もそういう何かその人に貢献できるようなことができればなと思っています。ありがとうございました。農学部共生バイオサイエンスの研究室に来ております。この研究室では一体どんな研究されてますか？そうですね、全体的に環境問題に関する研究を行っております。環境問題、はい、特に今どんな研究具体的にされてるんでしょうか？そうですね、例えばバイオエタノールの研究でしたり、水環境について研究してます。水環境、はい、例えばこういった水生生物、こちらのムレミカズキ藻っていう緑藻類の一種なんですけれども、はい、こういった藻でしたり、このようなミジンコですね。はい、すごいちっちゃいのいますね。そうですね、いっぱい、はい、そこの方に、よく見たら分かると思いますけれども、すごい元気ですね。そうですね、こういった、水生生物に対して、調べたい化学物質たくさんあるんですけれども、そういったものを展開してその反応を見ることによって、その物質に毒性があるのかどうかっていうのを研究しています。小森さん、こういう研究しようと思ったきっかけって何かあったんですか？そうですね、昔から環境問題とかにちょっと興味がありまして、はい、その中でも水、水中、そういった水環境っていうのは人間にとって最も必要な環境だと思っておりますので、そういった経緯から水環境について研究しようかなと思いましたね。研究室でやられた後っていうのは、皆さんどんなところに進まれることが多いですか？そうですね、人にはよるんですけれども、公務員目指して勉強している人が結構多いですね。そうなんですね、はい、公務員どんなところに行かれます？そうですね、今僕らの研究室では高校の教師を目指して頑張ってる人もいますし、県の職員になるべく今ちょっと面接の練習やってる人もいますね。そうなんですね、はい、結構じゃあ身近な公務員になられる方。そうですね、研究室とか研究所に行かれる方っていらっしゃいますか？そうですね、僕の先輩でちょっといらっしゃいまして。あ、そうなんですね。はい、分析機器とか結構使いますんで、そういった知識や技術を生かして、そういった環境計量を行って
っている、まあ、あの民間企業に就職した先輩もいますね。そうなんですね。このバイオマス水環境科学っていう研究室は、まあのまあ、先ほども言った通り、まあ、環境について手広くやれる研究室だと思っていますので、まあ、環境について興味がある人はいいかなと思ってます。あとエールですか。そうですね、まあ、大学受験目指して今頑張ってるところだと思うんですけれども、大学入学ってのはまだスタート地点にすら立ってないですね。まあ、大学入学も大変なんですけれども、その後就活ももっと大変なので、まあ大学入学したからって言ってもう立ち止まるわけにはいけないってと思っております。まあこれからも頑張ってください。ありがとうございました。